皆様新年明けましておめでとうございます。2021年今年も1年よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今2021年1月1日、いよいよ年が明けてしまいました。昨日の12月31日大晦日ですね、登り納めということで、群馬県の赤城山、雪の赤城山をね登ろうかななんて思ってたんですけど、まあ、その日に限ってかなりの吹雪と冷え込みだったようで、ちょっと断念しました。で、近所のいつも行く裏山ハイキングコースで、登り納めをしてきたんですけど、まあ、その時に、まあ、1年の挨拶に変わる動画をこう撮影しながらこう登ってたんですけど、まあ、ちょっとどうしてもね終わさなくちゃいけないタスクがありまして、動画の編集まで手が回らずですね、そのままあるよあるよという間に時が流れ、まあ、Twitter とかインスタとかあと YouTube の、ね、投稿とかストーリーでも、まあ、何かしらでこう挨拶できればよかったんでしょうけど、なかなかできずに、ね、年が明けてしまいましたので、ここで改めてですね、去年1年間ありがとうございました。本当にいろいろお世話になりました。で今ですね、元日2021年の今9時50分ですね、娘の希望でちょっと初日の出が見たいと急遽なったので、初日の出を見に行ってまた帰って寝ようかななんて思ってたんですけど、まあ、ちょっとこのね皆さんに挨拶できなかったことがモヤモヤがあったので、とある低山に登っております。はい、でも来てよかったですね。すごく気持ちいい、風も少なくて、またね初日の出もすごく綺麗に見えたので、まあ、なかなかいい元旦になったかなと思っております。まあ、簡単にですね去年1年間ちょっと振り返ると、まあ、かなり個人的には飛躍の年だったかなと思っております。自分で言うのもあれですけど、まあ、本当に自分のチャンネルがね1万人登録者数1万人になっていくとは全く夢にも思ってなかったので、まさか行ってしまったので、ね、すごく嬉しいです。本当に皆様に感謝しております。ありがとうございます。全国的にというか世界的にいろいろあった年ではあって、まあ、やりたいことができなかったと、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、まあ、自分もそんな感じでしたね。まあ、ただそんな中でも、まあ、YouTube に関して言えば、まあ、生放送とか最近やり出すようになって非常に面白くなっております。はい、今年も生放送ちょくちょくやっていこうかなと思っておりますので、ぜひ時間が合いましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。今年2021年の抱負というかテーマですけど、そうですね、なんか最近こう新しい言葉を知りまして、この言葉いいなと思ったのが、チルチルホップとかチルアウトとか、そのチルですね、今ですね現代風にこう訳されてるみたいで、まあ、くつろぐとかゆったりとかゆるい感じとか、まあ、そういった意味合いがあるらしく、まあ、チルっていいなと思って、まあ、チル動画、チル旅とかチル登山とかね、そういった感じのチルな動画を撮っていこうかなと思っております。はい、ということでですね、非常に簡単ではありますが、昨年1年のお礼と新年の挨拶っていう形でこの動画に変えさせていただきたいと思います。それでは皆さん、良いお年を。じゃない。それでは皆さん、今年一年もよろしくお願いいたします。しまった。